SDG ホンダレーシングより全日本ロードレース選手権 JSB 1000クラスに参戦する名古屋哲平です。よろしくお願いします。そうですね、昨年発表された通りに武蔵精密さんの方が、メインスポンサーさんの方を離れて、今期より SDG、昭和電機グループさんがメインスポンサーとなり、JSB2 年目のシーズンを戦うんですけど、体制としましてはそのチーフエンジニアだったり、レースするにあたっての体制というのは、昨年同様、ハルクスプロさんを母体として戦うので、カラーリング等は変わるんですけど、2年目同じような体制で走れるということは非常に自分としても心強いので、さらに成長できる年になるのかなと思います。昨シーズンは JSB 戦に上がって、初年度ルーキーということだったので、まずは表彰台という目標を掲げて戦っていたので、その中でシーズン後半で表彰台獲得できたので、今シーズンは表彰台はもちろんなんですけど、チャンピオン獲得に向けて、チーム一丸となって取り組んでいきたいと思ってます。JGP2 の頃は僕が後から JGP2 に参戦する形で入ったんですけど、先に僕は JSB に、タイミングもあって上がれて、JSB の前は ST 戦でも3人で結構同じようなところを走って争っていたので、年齢も近いっていうので、同じホンダですし、すごいライバル意識はあるんですけど、僕の方が1年長くやってるので絶対に負けるわけにはいかないですし、負ける気も全然ないので、そこら辺は意識しすぎずに、僕はもう敵は、ホンダの清成さんだったりヤマハの中菅さんだったりに勝てるように一戦一戦しっかりと成長して、戦っていければなと思ってます。本当に、コロナ禍になってからファンの方との交流というのがなかなか難しくなって、直接的にこう会える機会っていうのがすごい少なくなってしまっていて、寂しい気持ちはあるんですけど、この SNS を通じてだったり、本当にたくさんのファンの方からの応援の言葉があって、このレースがうまくいかない時でもまた頑張ろうって思わせていただいているので、そういった恩をしっかり結果だったり、熱いレースを見せたりだったりで、恩を返してもっとファンの方がもう熱い思い、また元気が出るような走りを、今シーズンもしたいと思っているので、引き続き今シーズンも応援していただければすごく嬉しいです。非常に難しい中でこうやって開催していただいたことに本当に感謝してますし、数年ぶりにファンの方との交流というのができるので非常に楽しみですし、ありがたいことですので、またレースみたいに緊張感も少しないので、リラックスしてファンの方と一緒に楽しめたらなと思います。